まあ、今日は決着をつける両チームの対戦となります。1対1の同点。もうテレビをご覧の皆さんもトイレに行く暇もないようなそんなゲーム展開になっています。28番の山瀬センタリングを上げる、跳ね返ってもう一度トライボールをあります。野呂がシュート、おお、ナイスショット。いやいやいや、素晴らしい、いいアイディアですね、これはね。いいボールでいいシュートですね、はい、野々村も素晴らしかったですが、この前の山瀬のクロスボールもね、はい、もう愛情こもってたボールな、いいボール、はい、若いのにうまいんですよね。僕初めて見てるんだけど。あ、そうですか。実は中学時代にサンパウロ州にサッカー留学していたという経験もあるんです。そうですか。ですからブラジルのサッカーというのも十分に経験してきています。19歳以下の日本代表山瀬、そして高木拓也がゴール前で待っているコンサドーレ札幌、1対1の同点。こちらが山瀬です。さあ、ボールはコンサドーレボールになりました。やっぱりお金なくなってからそのカウンターがね、はい、成功しないんですよね。ですね、はい、やっぱりあの札幌に乗りましてもお金の、お金のあの30メートル40メートルずっと突破していくような、あれは脅威ですもんね。いや、時間の経つのが早いですね。もうすぐこの後半も35分というところになります。クビツァが突破していきます。クビツァがセンタリングを入れた。大島がゴール前待っていますが、これには届きませんでした。ちょっとコアチグハグでした。浦和レッズボールはコンサドーレ。ラモスさん、レッズとしてもなんとか攻めの糸口を掴みたいところですよね。そうですよね。でも今もね、結構あの二重のところで痛い位になったところで、まあ、全然カバーにもいなかったんですよね、はい、本当そこであのコンサドーレのディフェンダーが本当にポジショニングちゃんと、ね、確認して、はい、ちゃんと集中してやらないと、はい、いつやられてもおかしくないんですよね。あ、コンサドーレにとっては危険な状況、そして浦和レッズにとっては得点のチャンスというのがいつでもこれ広がっていると、ね、待ち受けているというような状況です。1対1同点。もう息つく暇もありません。両チームの攻防、J2 頂上決戦となりました。赤い対決、 J リーグディビジョン2、コンサドーレ札幌対浦和レッズ、厚別で初めての対戦になりました。このゲームボールは浦和レッズ、2番の山田、こぼれたボールは叩いて左サイド、これはコンサドーレが奪い返しました。アミル、アミル、これはコンサドーレボールです。夏田、左サイド大森、大森からスルーパス、高木だけや、高木がボールをキープしています。うまい、コンサドーレ入りしましたルーキーです。一方のエメルソン
ビジューから再開、アウミール、アウミールがボールをキープしています。ボールはビジュー、そして大森、大森からこれは浦和のディフェンス、しかし野々村がうまく奪い返しました。さあ田淵、田淵が2人ディフェンスをかわす、かわす、野々村がゴール前へ入れてアウミールシュート、キーパーが抑えました、滝田が抑えています。今もアウミールはいい位置でした。放送席解説にはラモス瑠偉さんをお迎えしております。ラモスさん、はい、アウミール今はいい飛び込みでした ね、タイミング的にすごい良かったです、はい、残念だけどオフサイドだったを奪い返しました。それと先ほどから野々村がいい起点になっていますね。ね、はい、あのボールか、あの触るカースが多くなったからね。そうですね、ああ、この7番の野々村がボールタッチ多くなってグッドリズムが変わってきました。コンサドーレ札幌、あれもすごい、はい、センスある選手でした ね、うまいし、はい、どん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 やっぱり顔を出してボールもらって組み立てないと、一方浦和レッズも同じ位置の5番の石井からこう組み立てていきたいところなんです。さあゴール前行った、これは大きく飛び込んでいきましたが佐藤陽平が抑えました。さあ28番の北海高校からコンサドーレにしましたルーキーの山瀬、ボールをキープ。実はこの山瀬の夢はエメルソンと来年の世界ユースで対戦すること、とこういうふうに話しています。そうですよね、はい、まあ、でもお互いに負けられないから、試合が早い早いですね、打ち方も。そうですね、はい、最近 あのジュニアの試合見てると、もう眠くなりますくらいに。そうですか、つまらない試合多いんだけどね、はい、激辛コメンテーターラモス瑠偉さんも放送席をお迎えしています。さあゴール前ゲット、シュート、シュート、ビジュー、いや今瞬間ラモスさんも椅子から飛び跳ねられました。いやいやいや、私もすごい場面でした。いや両チームとも本当にゴール前にうまく攻めつけて素晴らしいシュートを放ちます。1対1の同点、ミストの5位好ゲーム。後半になりまして40分を既に経過しています。ラモスさんがおっしゃいますように本当に時の経つのが早い今日のゲームです。エメルソン、高木がボールをキープ。高木から山瀬一旦戻して野々村、さあ野々村からあーっとこぼれたボールは浦和レッズ、ちょっとこれはトラップミスがありました。浦和レッズが怪我してるかとか知らないけど、やっぱり体使わないで分かってね、はい、あまり気持ちのない選手使ったりするとね、どうもおかしいなと思うんだけどね。特にレッズは気持ち
入ったサポーターに支えられるチームですからね。さっき、まあ、岡野選手があの怪我したかどうか知らないし、はい、ただ彼一生懸命やってるのに、ね、今の流れのプレイヤーとかあのセンターフォワードのピックを見てるだけでも、はい、どうも気に入らないのね、何もしてないね、点だけ取っただけでもそれでいいのかよっていうぐらいな、はい、嫌だなって、ここでまあ失敗じゃないかなと思いますけどね。プロ魂の伝統、白本塁さんからのコメントがありましたが、浦和レッズ、これ選手交代です。内田に代わりまして吉野を起用します。とにかく大森のプレイヤーが抜群だったんですね、はい、すごかったですね、気持ちはね、本当に、まあ、セントラリングしてみっていう感じだったけど、まあ、センターとして良、ね、かったんじゃないかなと思いますね、はい、そしてこちら斉藤監督はここに来てまた動いてきました、まあ、3枚目のカードを使ったということです、はい、コンサドーレベンチは、ね、控えの選手も含めてみんな総立ちですよ。あ、そうですか。ですからラモスさん、この後半のコンサドーレの逆転はなんというか気持ちというか、気持ちもそうです、やっぱり今監督さんの指示でね、本当に外から中へという感じで本当に成功しましたね、はい、そうですね、はい、でただもう裏のチームはもう前半のチームと後半 もう別みたいになってますね、なんかそんな感じがしますね、はい、もったいなかったんですけど、まあはい、まあ試合まで終わってないんだけど、まあこれでも引き分けなくてもやっぱ全然もったいなかったな気がしますけどね、はい、うん、さあ2対1でコンサドーレリードして後半の44分が経過しています。いやー本当に時間の経過が早い今日の一戦。ボールはエメルソンからアウミール、もう一度エメルソン、タッチラインが割っています。ペドロビッチだけで石っていうだけ一生懸命やってるっていう感じがしますけどね。ペドロビッチと石ですね。あ、バック陣が弱い弱いんですね、はい、後半はね、まあ、さあこの辺りやっぱり小野がいない影響というのがレッズにあるのか。まもなくこの後半のスタイムに入ります。圧倒的なサポーターの声援に包まれたコンサドーレ札幌、ロスタイムは3分と表示されました。ラモスさん、はい、ロスタイム3分ということはもうこれまだ分かりませんね。いや分からないですよ、ただどこから出たそのスタンプが知りたいんですよね、はい、あれ1分半ぐらいやるんじゃないかなと思うんですけどね。まあとにかくサッカーやっぱり最後ね、レフリーのフェア引くまでに、はい、なるまでに何が起こるか分からないんですよね、J2 最大の決戦、このロスタイムが両チームに対してどんな影響をもたらすのか。コンサドーレが懸命のゴールキープ、すでにそのロスタイムに入っています。アウミール倒されました。これは浦和ボールのスローインで試合が再開されます。2対1、コンサドーレが後半逆転に成功しました。浦和レッズ、浦和レッズがボールをキープしています。セパスは本当にヘッドでクリア、これは単純にやめてシンプルにクリアしていきます。ビジュこの空中戦はコンサドーレか、大きくクリアしました。ゴール前行きます。高木の飛び出しはなりませんでした。ご覧のようにすでにもうロスタイム懐深く入っています。46分と間もなく30秒経過しようというところ。さあレッズが攻めに転じる。大島からクビザ、クビザからもう一度大島、大島のヘッド、さあサイドから攻めてスプ、これペトロビッチのシュート、ペトロビッチのシュートはクロスバーの上。浦和も福永という選手がいるんだけどな、頭良くて、そうです、10番の福永、適任者で、はい、こういう試合コースを使うべきだと思いますけどね、はい、さあ今のシーンです。試合終わってないから分かりませんよ。まだ試合終わってません、分かりません。2対1、バラバラで両サイドから何のようなサポーターの声援が響いています。札幌のアスベツ公園競技場、頂上対決第3章。さあレッツがクロスを入れる、クビッツァに合わせる、
リズムだったんだけど、後半コロッとそれ変わったのね、はい、まあ、チャンスにものにした大阪ゴールの勝ちでしたね、はい、これは選手ももちろんですが、はい、岡田采配が詰まりでしたね。そうですよね、その通りね、まあ、監督の戦いだったらもう岡田監督の勝ちだと思いますけどね、はい、はい、後半に投入しました山瀬、そして高木拓也といったところが見事な活躍、はい、そして、まあ、意外な不景といいますか、田口と大森の得点、サイドを使った、結局サイドの選手が決めてくれたのは余計に、そうですよね、はい、岡田監督がこの後半に行く前に、はい、サイドを使って攻めなさい、その通りの攻めを見せてくれました、コンサドーレ札幌。一方浦和レッズ前半はあんなにサイドを使えていたのに、ね、単純になってしまったという、そこはやっぱり岡田監督それ気づいて、はい、また違う形で後半がやり方が変わる、コロッと変わって、逆にこっちのサイドで攻めていこうじゃないかなっていう話が出て、はい、もう完璧はまりましたね。そうですね、だからそれで選手たちも分からなかったら、浦和レッズのバック陣はそれでは今日見事読めなかったことが同点ゴールを決めました、田口選手です、はい、いいですね、いい笑顔ですね、いい顔してますね、すごい大歓声ですよ。今日は大事な浦和レッズ戦、アツベツホームでの試合でした。この試合にかける意気込みはいつもとまた違ったんじゃないですか。まあ、毎試合いつも同じ気持ちなんですけど、まあ、今日はやっぱり特別な雰囲気というものがあったと思います。これだけの大勢のサポーターが詰めかけました。その中で最初は1点ビハインド、お気持ちはどうでした。まあ、いつも後半やっぱり調子がみんな上がってくるので、まあ、1点でなんとか守り通せればチャンスは来ると思ってたんで、はい、よかったです。その言葉通りにチャンスが来ましたね。そうですね、何本か今までもチャンスはあったんですけど、なかなか入らなくて、はい、大事な試合で決めれてよかったです。ハーフタイムで岡田監督がサイドチェンジを有効にという話が出ました。やはりそのあたりチームとしての意識の統一というのはありましたか。はい、やっぱりサイドチェンジというのは、まあ、みんな意識して、やっぱり後半みんな一丸となって打ったと思います。今日の大事な一戦、見事この大勢のサポーターの前で勝利飾ることができました。そのサポーターにこれからの意気込みお聞かせください。まだまだ J1 昇格決まったわけじゃないんで、あのみんなの応援よろしくお願いします。田口隆選手でした。ラモスさん、はい、本当にこの田口のいい笑顔が印象的ですね。もっとね、この大事な時はね、はい、もっと自分で、ね、もう本当に決めたということが、やっぱり嬉しいじゃないかなと思いますけどね、はい、そして続いて大森が今お立ち台へ向かいます。大森のヒーローインタビューです。さあ、それでは続いて大森選手です。素晴らしい勝利でした。まぐれです。まぐれですか。いや、一応いいボール取れたんで前行ってやろうと思って行ったら、なんかコース空いてたんで思い切り打って入りました。でもやっぱりそのあたり、この大勢のサポーターの前でやっぱりゴールを決めなきゃっていう、そういう意識は常にあったんじゃないですか。いや、前の人が決めてくれると思って後ろは守って頑張ろうと思ってたんで、そんな気持ちはなかったんですけど、いいチャンスあったんで行きました。でもそういった部分では本当にこの守りの選手、そして中盤の選手、攻めの選手、非常によく今年のコンサドーレはまとまってますよね。そうですね、結構今まとまってるんで負ける気しないんで、1点入られても絶対後半やれると思ってたんで、信じてやったらやっぱりこういう点が出たんで、とても嬉しいです。これでチームはまた連勝記録更新、これで16になりました。そうですね、今日の一勝は大きいと思うんで、また勝ちつけたいです。今日は今シーズン最高の数のサポーターがこの厚別公園競技場来てくれました。その応援どんな風に聞こえてましたか。やっぱ大勢の人来てくれて、やっぱ励みになって、やっぱいい結果残したかったんで、やっぱいいプレーもみんなできたと思うし、いい結果つながったんで、また応援してください。本当にあの爽やかな汗が、ね、こぼれ落ちてますけれども、このサポーターの声援、おそらく、まあ、これまで厚別でいろんな試合がありましたが、今日は最高の声援だったと思います。
そうですね、やっぱありがたいんで嬉しいです。このサポーターの声援聞きながらこの札幌の地、北海道の地でプレーしている、その気持ちはどうですか。いや本当に嬉しいです、ありがとうございます。ではまだまだシーズンこれからあります。 J1 昇格に向けて一言。まだまだ勝ち続けて頑張っていくんで応援してください。ありがとうございました。大森選手でした。いやラモスさん、今の言葉で非常に印象的だったんですが、そうです、ね、負ける気がしな い, しない、ね、これでコンサドーレは J リーグ史上、まあ、鹿島アントラーズと並ぶ16連勝ということになりました。はい、ラモスさんは今日のゲームの前に今日コンサドーレが勝てばこのまま行くよというふうにおっしゃってましたが、そうですね、はい、でもまだ試合まだ残ってるし、はい、やっぱり同じ気持ちであれば間違いないですね。あ、なるほど、はい、ここでね、一気になってやらないように、はい、本当に素直になってこうやらないとダメです。一つになってやらないとダメですね。こういう時こそということですね。はい、今日は試合中に何度も、個人能力の裏技対組織力のコンサドーレというふうにお伝えしましたが、ディフェンスの選手でこうやって決勝点を取ったということがいかにもコンサドーレらしい勝ち方だったかもしれません。頂上対決第3戦、コンサドーレ札幌対浦和レッズはコンサドーレが逆転勝ち、対戦成績をコンサドーレの2勝引き分け1としました。これで首位コンサドーレと2位浦和レッズの勝ち点の差がなんともこの時点で10開いたということになりました。コンサドーレの勝ち点がこの時点で45、勝ち点がこの時点で59になりました。浦和レッズは49のまま。さあ大森のウィニングラン、大変な声援に包まれています。いや今日はゲームの内容といい、そしてこの、まあ、アグレッシブな戦い方といい、何かサポーターは満足感にあふれているようなそんな感じですね。大サポーターです。厚別公園競技場、史上最多の人数に膨れ上がりました。さあこの試合のシュート数をご覧いただきますが、浦和11本でコンサドーレ10本ですが、前後半で見てみますとこれ全く逆転してま す, そうです、ね、札幌は前半のシュートがわずかに2本、後半8本、浦和は前半8本で後半が3本、何か両チームともガラッと前半と後半で変わったような、そうですね、まあ、これほど極端なゲームというのもね、ラモンさんいかがですか。そうですね、でもやっぱりもう 1-0 で前半で負けてた札幌はやっぱり、はい、もう全てかけてやっぱり本当にその点取りに行かなきゃならないと分かってたから、やっぱ本当にもう攻撃的なサッカーやってくれたことでポイントだったんじゃないかなと思いますけどね。それとラモスさんはベルディ時代に優勝も経験されてますし、それから連勝というのも経験されていると思いますが、今のコンサドーレの勢いというのはどういうところに感じられますか。そうですね、やっぱり一つみんな目的が一つになって、はい、それでもう監督は本当に指示に従ってやってることが大事じゃないかなと思いますけどね。サッカーやっぱり1人が2人で勝つわけじゃないし、あともう一つもう一回言わせてもらいますけど、はい、若手だけで勝てないんだと思いますけどね。そこの中に本当に経験者ベテランのあるチーム、ベテランにいないと、はい、なかなかこういう大事な試合がどうすればいいのか、はい、みんな若手は本当に迷ってくるんですよ ね, ね。迷ったところでやっぱりベテランの力がものすごい必要じゃないかなと思いますけどね。されたということですね。それではこの試合の模様ちょっと VTR で振り返ってみましょう。力で試合勝ったさあレッツゴール前行きました。長いのシュート左足、まずは阿部がシュートを打っていきました。背番号20番ゴール前森が走っていきます。野々村が蹴りました。ファーサイドレベルゾンレベルシュート、サイドネット、レベルゾンの右足。もう始まったばっかりだから、まあ、もう結構攻められてるし、はい、それも焦らずに、さあゴール前、組田の伸びし、組田シュート、ゴールポストのわずかに左、イスラエルリーグの得点王組田。アウビルが一旦戻して三股からエメルソンはオフサイド。いやオフサイドでした。どこにやるか、
組田がエンドでクリア、シュートいきます、オーバーエンド、これはゴールライン割っていきました。狙うのは足が速いから、はい、狙いはムラーグ、ボールはこの外でのクリア、もう一度カロン、どうもこのサイドから切り口が始まって、さあ組田に入った、組田エンディングシュート、浦和のゴールで先制。だからね、さっきファーストボールは浦和レッドダイヤモンズ1対0、アウェーの浦和が先制しました。これだ、ボールはコンタドーレ、エベルトン、ここからエベルトン、エベルトンシュート、ミドルレッジから打っていきました。日本でナンバーワンじゃないかなと思いますけどね。さあボールはサイドチェンジ、オーク、カブチェフィード、右サイドウィングバックのカブチ、カブチが蹴り込んで、カブチ行った、シュート、跳ね返ってもう一度トライボールを回ります、ボールがシュート、おお、ナイスショット、いや素晴らしい、大森からスーパー、高木だけ、高木がボールをキープしています、うまい、山瀬がシュートいけるか、クリアします、ラレス、山瀬がボールをキープして、ちょっと出てた、シュート、日本前、1日にあったらなりませんでした、タッチでしか、素晴らしいシュート、タッチが2人ディフェンスをかわす野々村がゴール前へ入れて、アウディル、シュート、キーパーが抑えました、滝田が抑えています、競技場はまだまだたくさんのサポーターが残っています。ラモスさん、何かこう余韻を楽しんでいるような、そんな感じですよね。いや本当に両チームにいい試合見せてくれて、サポーターが満足じゃないかなと思いますね、酔いしれたというような今日のゲームでした。2対1でコンサドーレが浦和レッズを下しまして、先ほど申しましたが勝ち点差が10と開きました。コンサドーレはまあ、この後気を緩ませなければこのまま J1 は、そうですね、はい、それは大事だと思うんだと思いますね、はい、まだまだ終わってないんですよね、はい、まだ半分しか終わってないからね、はい、そうですね、実はコンサドーレはこの後今度の水曜日8月2日アウェーの大分戦を迎えます。この大分戦がまた岡田監督にとっては大きなゲームというふうに言っています。一方の浦和レッズはこの後今度の水曜日8月2日ホームで新潟戦を迎えます。ぜひともレッズとコンサドーレ、この対戦を来年は J1 で見たいものです。そうです、見たいですよね。解説はラモス・ルイさん。